休暇処分に先ほど言いました、先ほど質問があったところに追加なんですが、1点が接種資金の問題で、法的に問題がなかったとしても、いわゆるベストの、いわゆる取り扱いではなかったというふうには考えていないのかというのが1点と、もう1点がプライベートなことです。政治家にとも当然プライベートに認められるべきですし、公人もプライベートに配慮されるべきだと私も考えております。とはいえ、一方で大事なその家族の在り方であるとか、政治と家族、働きながら子育てするということも含めて、社会変革や生き方というのも発信されている、非常に社会にも大きな影響を与えている責任があるというふうに私は考えております。であるならば、そのご自身の家族、先方さんの家族について、どのような責任を果たすのか、どのような行動を取られたのかということについて、お話しする、責任もあるのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。ご指摘の報道についてですが、個人の事柄と政治資金についてと認識をしています。個人の事柄については、私からお話しすることはございません。政治資金については、事務所にも確認し、法令にのっとって適正に処理していると認識をしています。今後も適切に対応してまいります。ありがとうございました。ありがとうございます。